増田先生、よろしくお願いいたします。はい。今月、日中国交正常化50年の節目にあたります。イベントや式典などが行われますが、日中関係は改善されるのでしょうか。先生、解説をお願いします。そうですね、まあ、確かに、田中角栄首相が中国を訪問して、周恩来、当時の首相ですが、と会談をしてですね、それからこの日中共同宣言ということが発表されたわけですが、そこで謳われていることは、まあ一つの中国ということを条件としてですね、まあそれまでは中国はソ連との同盟国で、東西冷戦ということで米中冷戦、米中ではなくて、アメリカとソ連、米ソ冷戦という最中にあったわけですね。そして中国はロシア側ということでだったわけです。そこで、まずそのアメリカのキッシンジャー、それからニクソン大統領が同じ、1972年、の確か2月でしたかね、に訪問をしまして、そして、まあアメリカと中国との間でですね、やがて将来その友好条約、国交正常化してですね、友好条約を結ぼうという基本線で合意がされた。そして日本の田中角栄当時の総理もですね、田中角栄首相も今でいう9月の29日ですね、に周恩来首相と今言ったように日中共同宣言ということで、日中関係を正常化するという、まあ、ことがあったわけです。したがって、日中間においてはこの9月、来たる9月29日が、50周年にあたるということですね。それでまあ中国も日本も式典を行うということで、いろいろ今準備が進んでるわけなんですが、この式典はですね、政府の主催ではないんです。これはまあ経団連とか日中友好協会とかそういう民間のですね、によって主催されるということなんですね。中国の方はですね、厳密な意味ではないんですけども、中国の政府主催と言っても過言ではないと思いますね。そこはまあいろいろ形式上の問題がありますが、実質的に言うなればですね、中国の方は国が主催者だということですね。それで、最も重要なことはですね、岸田総理が、岸田首相がどうするかということなんですが、日本の場合は政府主催じゃないもんですから、政府主催ならば、岸田首相が先頭に立ってこの、式典を行うということなんですが、今言ったように民間ですから、したがって岸田総理は今回の場合はですね、来賓として、この出席をするということになっているわけですね。ここで、岸田首相はどういう発言をするか、いろんな過去の日中関係、歴史的なこと、いろいろお話は出るとは思うんですが、一番肝心なことはですね、習近平国家主席と岸田首相との首脳会談ですね。これをどういう形で、この中国にお誘いをかけるっていうか、意識させるかということに尽きると思いますね。いろいろ、考えがあるんですが、米中首脳会談、バイデン大統領と
習近平国家主席の首脳会談は11月に決まってるわけなんですよ。習近平主席が第3次国家主席としてですね、第3選された後ですね、第3選されるのは10月ですから、その後、それからバイデン大統領の方は10月の中間選挙があるんですね。それの後の11月にこの投票を行うことになっているわけです。日本はですね、この11月の米中首脳会談の前にこの米中首脳会談ができたら、日本ここにありということを示すことができますし、安倍首相のように自主外交ということ、これをですね、安倍首相の意思を継いで自主外交をしましたよということも言えると思うんですね。その辺のところを岸田首相はもうすでに考えておられると思いますが、この来賓として招かれてそこで行う演説ですね、その中にこの米中首脳会談を準備したいとか希望するとか、まあ何らかの形でですね、米中首脳会談のことが言葉に出れば、非常に、まあ、日本の首相としてはですね、日本の自主外交の線に沿っているということで評価できると思います。これがですね、今現在の日中関係においてはですね、非常に重要なことだと思いますね。というのはですね、安倍国葬がその3日前ですか、27日なんですね、2日前ですね、国葬が9月27日で、ここにですね、インドのモディ首相、それからアメリカでは副大統領のハリス、そうそうたるメンバーが、まあ、集まってくるわけですが、そこで、安倍首相のですね、元首相の意思を継ごうということで、団結をするようなことになると思いますね。アメリカはそのためにですね、日本が安倍国葬を執り行うことを希望していたわけです。かつ、アメリカを挙げて、インドを挙げて、オーストラリアを挙げて、この追悼の意を示したわけですから、これをですね、国葬でもって受け止めないとですね、肩透かしというか、アメリカに対してある意味では政治的失礼に当たるわけですね。インドにもそうです。だこれに応えるにはですね、安倍首相が歴代の国葬を執り行われた吉田茂、佐藤栄作の場合は準国葬と言ってもいいと思いますが、それぞれが成し遂げられた歴史に残ることは今のところ安倍首相はなされてないわけですね。佐藤首相の場合は沖縄返還がありましたし、吉田首相の場合は講和条約、日米安保というのがありますが、そういったものはですね、安倍首相には見当たらないわけですね。したがって国葬には値しないと言いながらもですね、ここで強引に国葬に持っていったというのは、やはりアメリカその他に応えるというところがあったわけであります。さて、この国葬でですね、安倍元首相の意思を継ごうということで、クアッド、アメリカ、日本、インド、オーストラリア、これが結束してですね、中国にこの包囲網で立ち向かうんだということ、これが安倍首相の言い出しっぺで安倍首相が進めてきたことですから、安倍首相の意思を継ごうということは、クアッドを、この結束を固めよう、クアッドの結束を固めようということなんですね。これは中国にとっては由々しき話なんです。それから2日のうちにですね、50周年、国交正常化50周年と、いうことの式典ということになるんですが、ここで、どれぐらいですね、中国が日本に臨むか、そしてまた、中国は日本に臨んでるわけですよ。臨むことの方は、中国は日本に臨むことがあって、日本はあんまり臨むことはないんですよ。だから中国が日本に臨む、それにどれぐらい、日本がですね、応えるかというところは、見どころではないかと。というふうに思っております。松尾先生ありがとうございます。はい。この番組では松田俊夫先生への質問を募集しています。ラジオ文字岡の送信フォームよりお送りください。松田俊夫の逆手で勝つ3日復興のためにでした。